皆様こんばんは遺体管理人のカヨカリンです。今週もよろしくお願いいたします。皆様改めましてこんばんはカヨカリンです。よろしくお願いいたします。はい、えー、それでは第四週の今夜ですが。 今夜は私面影という株式会社面影という、えー、遺体管理専門会社を作ったんですけどどういう人がこの私に依頼をしたらいいかっていうリストを作ったのでそれを少しお話ししたいなと思っております。 これインスタグラムに残せようかなと思ってるんですけど、うんえーとですね、よく聞かれるんですよね、例えばうちのお母さんはなんか少し、ね、痩せただけだけど綺麗だからなんかそんなにお願いしなくてもいい,い,いと思,思われるみたいな感じで家族さんに直接言われることはないんですけど。 なんか私が多分新聞にのら、ね、掲載させていただいた時に特殊メイク系のことをやってそうな、えー、印象を受けてる読み手の方がめちゃくちゃ多いなとあの感じるんですよ。結構ね顔のがんとかの,あの修復であったりとかあとものすごいむくんだ人をちょっと。 ダイエットさせたとかそういうふうな表現が多いので、まあ、多分もしかしたらですけど多分うんなんかすごい状態じゃないと依頼ができないんじゃないかと思われている方が多そうなのでちょっと簡単にこんな人おすすめですよっていうのをお話ししたいなと思った次第ですはいでうんとね 色々と色々とあります例えばいろいろとっていうのがどういういろいろとというか普通にメイクしてほしい着付けしてほしいありますねメイクしてほしい着付けしてほしいあとは、えーとあまあ、ダイレクトに多いのは口から液が出てきたとかあと腹水がすごいたまってるとかあのそういう方々も依頼が来ます。 で、えー、とそうじゃなくて、うん、ともっともっと細かいところを言うとあのこういう人を向いてるな私に私がさせていただきたいなってあの思う場面って本当にいっぱいあってそれがね急死の人なんですよ急死の人。で急死の人っていうのは例えば心筋梗塞とか脳出血とかもう本当に急死。で 自宅で倒れて病院に連れて行ったけど救急車の中で例えば死亡してしまって警察搬送したとかそういうことですねこういう方々とかもう朝行ってらっしゃいって言ったけど結局、ね、次に会った時はお亡くなりになった時だったとかそういう方うんこういう人たちはね本当に依頼してほしい。で 理由は2つあってまず1つ目は急死の人っていうのは顔色色の変色がめちゃくちゃゃく早いんですよ特に男性の心筋梗塞とか心臓が止まった系の人たち、うん、人間って多分ね呼吸が止まるあと心臓が止まるこの2つがどっちかがなんかよく影響してると思う死亡する時に。で呼吸が 止まる呼吸からなんかね弱くなってるというか心臓は元気だけど呼吸がっていう感じの例えば肺にめちゃくちゃ水が溜まってるとか、まあ、そういうふうな方々の時とかもしっかり肺炎とかもそうですよねこういう人たちは顔面の色が顔の色が,かな顔の色がね結構ね顔面蒼白になる人とかも多くてそんなに変わらないんですよ顔色が。うんだけど 心臓が、えー、と弱ってるというか心臓が何らかの形でいわゆる心筋梗塞ですよねこういうね、うん、私ごめんなさいあのし心臓とかもなんか医療のこと何も何もわからないから想像なんですけど心臓がいきなり止まった人たちっていうのは顔がもう真紫になることが多いすっごい苦しそうな顔して「うん」っていう顔をする「うん」っていう顔。 すごい辛そうねまるで本当に今辛すぎてもう何か喋りたいけど喋れないみたいな顔ですね、うん、表現するならでこういう顔の方々をやっぱり見るというのは非常につらいんじゃないかなだって急なことなのにさらに顔が苦しそうとか赤紫になってっていうのは ちょっとかわいそうですね、うん、なので急死の方々はあ最初のうちで処置をしてあげるとその顔色が一瞬で白くなります一瞬でですよどのくらい一瞬かって0.5秒ぐらいってパッって白くなるうんそれはそれは私すごいなと思います人間ってすごいなと思うんですけど、まあ、ある処置をしたら本当にマジックと一緒ですよね色を変えられる顔のね でそれからはもう黒くならないっていうのがある。でそれがご遺体に対しての処置で私が入った方がいいことあとはえっ、ー、とね休止の方々はやっぱりあの死に目に遭えてないっていう人すごく多いんですよ。うんだって皆さん仕事行ってる間とかに、ね、亡くなってしまったりあとはご本人が仕事に行ってる間にとか本当にね 会,って会えてないというかもう,もう悔しい気持ちでいっぱいですよね悔しいし悲しいしなので私はそういう時はねアン置時間痛いアン置時間にたくさん携われるようにそういう時間を設けてあげてるんですねおそらく私じゃなかったら普通のメイクさんだったら、まあ、メイクはしてくれると思うんです1回だけ多分1回 多かったら回来るのかなだけどまあねそのアンチ時間が、えー、と 6, 日6日とか7日とかあった時にたくさんはあの来られないはずですよ。そうするとねそのどうしても、まあ、お化粧だけして帰られてるっていう時間しかないと思うんですがで今ほらアンチまでアンじゃない仮装までちょっと時間が長く待ってるからドライアイスの効きも 持たせないといけないしっていうことで缶おの蓋もあんまり開けられないし個人に触ることももはや手を握ることすらもできないんですね。でこれは私はもう大大,大大大大問題だと思ってるんですよ個人的に。絶対にそんなことはだから、えー、そこで考えたのがご本人の責任 万が一の,その悪化するとかそういうことがまずないようにするべきだけど万が一になったとしても私は最後まで責任を取れるという名目のもと棺桶の蓋を開けて家族が個人様と触れ合う時間っていうのを1時間くらい設けて作ってあげてるんですね毎日。でその時に私はメイク直しを家族と一緒にしたりするしあと家族さんは。 ご本人の手とか足とかをマッサージしてあげてで、ね、どうしても冷たいですよすごく冷たいで冷たいご本人の手を触りながらうんあのもう、ね、そうそういろいろと言葉をおっしゃったりするというそういう忍び方ですねそういう忍ぶ時間を作ってあげてます。 なので急死の方はね、本当にあの声かけてほしいなって思います。たとえご本人の顔色が悪くなかったとしても、だったら、その時間を、時間を私は提供できるからですね。だって最後までご本人の責任は私がももも持てるんですよ。これはね、大きいなと思います。で、葬儀屋さんにもそういう形で私は介入しているので。 最後ままでで責任を持ちますとということでだからドライアイスはここには当てないでこっちに当ててくださいねとかあとは明日出棺だから今日はずっと棺桶の蓋開けてて大丈夫だからっていうのを葬儀屋さんに私から言って、うん、だって家族から言えないですよ。多分,多分言っても、ね、断られると思う。うん、葬儀屋さんががご遺体が腐っちゃうから 観音家の蓋開けたらダメですよって言ったらみんな開けないですよ家族さんはね。だけどそこで私が間に入れば私が家族の希望を聞いて家族さんのやりたいことができるんですよこれすごい大きいことだと思いますでそのために葬儀屋さんが私だったら大丈夫って花葉さんだったら全部任せて大丈夫って 言ってくれる。そのために私はずっと頑張ってきたんですね。信頼と実績をこの7年で作り上げてきたんですよ。だから家族がこうしたいと、例えばまあ先日の着付けしたいとかもそうですけど、何々したいとか、あのちょっと最後だから顔触っていたいとか、そういうこともできるんですね。うん、多分ね。うん 多分ねっていうか。もう。家族さんが。自分がやりたいことだけを葬儀屋さんに行っても絶対に無理ですよ。うん無理ね。だからね。私こうやって間に介入できればいいのかなと思ってます。九死の人。はいで、あとはまあ家族愛の強い人はもう言わずもがなですね。その休止の人たちのように。 この一緒になってこのご本人に触れる機会がある触れる機会をあの設けて差し上げているのでもう家族の愛,愛というかね個人様への愛が強い家族さんはもう本当に呼んでほしいそしたら私と一緒に私がサポートするのでいろいろできるからですね、うん、だってメイクだって家族にしてもらってますよ私は。ね、でそれと同じ流れで言うと。 娘が看護師ですね時々あのメイクどうしますかって葬儀屋さんが言った時にいやうち娘が看護師なんであの娘がしますからいいですっておっしゃる方いると思うんですけどあのそういう方こそ私に連絡してほしいですね。でなぜならば私はあの病院さんとかにエンゼルメイク講習の先生をやってるんですよ。だから 私が直でそこでポイントを教えられるっていうあの最大のメリットがありますね。うん、あの男性のメイクお父さんのメイクをするのであればここをねこの色のリップクリームでこういうふうに塗るんですよとか、うん、あとあの死後毎日さ1日目2日目3日目4日目毎日表情が変わるんですよ個人様っていうのは。毎日変わるのだから 毎日皮膚の色とかも若干変わってくるんですよね。で、看護師さん方っていうのは？まあ、もちろん亡くなってから3時間くらいまでしか見てないわけじゃないですか。翌日どうなるかっていうのもわからないですよ。ご本人のそのお父さんとかお母さんが亡くなった時にそれを目の当たりにできる。そして。 だからそれはそして私が隣でそれに対してこれはこうだからこうなるとこれも専門的なことをお伝えしてねだからこうなんだっていうことを一緒にそこで立ち会うことができるっていうのはかなりいい経験だとあの感じます。うん で、ね、女性の場合だったらお母さんだったら例えば娘さんが看護師さんで一緒にメイクをするとかそういうのは本当にありますしあとはやっぱりあの、ね、亡くなった後のこの体の変化っていうのを一緒に見てあげるっていうのはすごく大切ですよね。あこうなるんだっていうのが本当にリアルでわかるからですね。うん だからこういう方々娘が看護師とか娘が化粧したいとかそういう人たちぜひお声がけくださいだってね化粧どんなに綺麗に娘さんがやったとしてもお顔の形の変化はもうどうしようもないじゃないですかうん、ね、え例えばすごく痩せられてたりとかもうミイラミ,ミイラちゃんみたいになってる人をねどれだけ化粧したってもう無理ですよ素敵にはできないですよ かこの目が陥没してかっぴらいてたりさ頬骨の下とかもうお口元とかもで入れ歯とかはね入る入らないにしても口がこう前に出てもう骸骨みたいになっててそんな時に化粧とかのそういう問題じゃなくなくってる時あるじゃないいですか、まあ、そういう時に、ね、そうじゃなくてもちょっとお顔ふっくらしたいなとかそういうのがあればメイクはね家族がやりますっていう時でもそういう風な顔の形 とか表情を作るという部分ではあの読んでほしいですよね三日4日経つと人の顔というのはね非常にメイクしにくくなるんですねメイクがしにくくなるのだからその時にあの、ね、やっぱり私メイクしにくくなった時のアドバイスとかもできますからで最初のうちはね家族さんのメイク剤使ってて全然いいんですよファンデーションとかでも あのね、3日あたりから3日あたり目からもうこちら側のファンデーションとかを使っていかないと顔のトーンアップができなくなる時期が来るんですね。なのでそういう時にもねちょっと手助けとかしたりいや全然使ってくださいっていう風な形でだから併用しながら私の,そのご遺体の専門のものとあと家族さんのもの。 うんね、いつも使うご本人が使ってたものとかを併用しながらあの携わるということは大切なのかなと思ったりしてますよね。はい、だからまあ娘が化粧する娘が看護師とかそういう方々もぜひぜひぜひお,、ね、お声がけしてほしい。 あとね、死を受け,入れられ受け入れられないとかあの離れたくないっていう人たち死を受け入れられないとか離れたくないっていう方々もぜひお声掛けしてほしいですね。うんこれはね理由があるんですよあの私実はアンチ時間でどういうふうに考えてほしいアンチ時間をどういうふうに考えてほしいかっていうところをなんですけど。うーん 1>, 1, 回1回目の死と2回目の死の話、よくするんですが、1回目の死は、この死という、まああの、いわゆる死というものですね、心臓が止まったり、呼吸が止まったりしたとき、すごい悲しいですよね。で、その2回目の死っていうのは、私はね、仮想だと思ってるんですよ。仮想だと思ってます。で仮想は 肉体がなくなくっちゃうんですよね可愛い顔も素敵な髪の毛とかも全部なくなっちゃうわけですよ。でこのね綺麗な指とかも全部なくなっちゃうんですよね。でそうするとこのアンチ時間って何が一番大切なのかなって思った時に家族さんが2回目の死の時に少しでも納得 納得できるような形でお別れに持っていけるというところが私最も大切だと思ってるんですよ、うん、で昔はドライアイスとかがなかったので諦めと納得というのがご遺体にはつきものだったんですねね、体が変色しだしてすっごい膨れ上がって皮膚が剥がれ落ちてでもう顔とか妖怪みたいになっているわけですよねすっごい悪臭がして 1>, 1日半くらいからこんな状態になってたっていうふうにねあの昔の文献で残されてますけど、まあ、要するにもう残された人に諦めさせてるわけですよ自然というのは。でウジ虫とかがさハエ,、まあハ,エね、ハエがたかってウジ虫が人間を食べてなくしてそういうふうにして骨だけになったら誰しもが諦めつくじゃないですか。 だからその過程の部分で悪臭を放ったりとかあと見るもう見る影もないもトラウマになりそうな状態のぐらいの顔立ちにさせるということは残されたた人がの未練を断ち切ることがでできたわけですよね現在はドライアイスがもうさあのしっかりと普及されているのでこんなふうに悪化させる人って珍しいですよ。 まあもし悪化するんだとしたらそれはね葬儀屋さんがドライアイス不足なのでちょっとクレーム行った方がいいですね。あの葬儀に入ってから悪化するのはそういういことだけど結局しっかりとドライアイス当てたら本当にもうほとんど変わらないで6日7日とかで旅立つことができた場合そうすると家族さんの気持ちとしては。 まだこのまま置いときたいと思って、心が離れることができないですよ。生きてるかのようだったらね。そのためにも私あの？技術がちょっと上達したんだと思うんですけど、本当に眠ってるみたいだね。って、何日経ってもそういう風うな表現でおっしゃっていただけるようなメイク技術を提供することがまあ、できることが増えてきました。 だけけどそれじゃいけないなんですよね。だって目的はさ,家族,さん家族がご本人と少しでも納得の上でお別れができる状況を安置時間に作らないといいいけけないわけですね。いくら何日が仮装だからあのこの時仮装でもお別れなんですよしかたがないんですよって言われたとしてもやっぱりそんなもんは自分の,の心が動かなければ無理ですよ納得なんて。 だから愛情が強ければ強いほどたくさん個人に触っていただいてで私たちと違う変化を起きてる死んだ人が起こる特有の変化をみんなに見てもらってるんですね残された家族の方々に。手をマッサージする時の指先の感じあと手の甲の変色。 はたまたもうドライアイスがマイナス70度もあるのですっごい冷たくなっている本人の体を触っていただくことで人間はあもうご本人はね亡くなったんだなとしっかりと体感することができるんですよね。でこの体感がめちゃくちゃ大切。うーん あの皮膚はねすごく柔らかいんですよご遺体型っていうのは、まあ、エンバーミングみたいな剥製にしなければすごく柔らかいあと凍らせてなければねで柔らかいけどすごく冷たいですよご遺体型うん,なんかそういうのを毎日え触れることでえどんな人でもああ亡くなったんだなって体感するんですね でそういうことを考えた時にもう6日とか7日後になった時のその仮装でじゃあどう思うかっていうと、まあ、もちろん辛く悲しいですよねもう冷たかろうが何でもいいからずっといてほしいって思うその気持ちの中でその片隅ですねほんの小さな気持ちがもうこれ以上は置いておけないんだなって絶対に思うはずなんですよ。うん、それは毎日こう変化を見てる方かですよね。 近くでご本人に触って変化を見てる方なんですよねこれすごい大切なんだと思いますアンチ時間ってもう絶対に二度と来ないですからね二度と戻らないだから逆に言うともし私が介入できなかったらずっと看護の蓋も開けずにただ上から見てるだけだってことですよねもうもちろんマッサージなんかしないと思うんですけど他のね業者さんは 触れることもないだろうしそれってすごく寂しくないかなと思うしあと仮装のふんぎりもなかなかなんかぼわってしたまま仮装されてる気がする家族の気持ちがねまあ気がするだけでね本心はね私にも分かりませんがだからこの暗示時間っていうのはすごい大切にしてる私は、うん、だってもう二度と来ないんで来ないんだもん二度と来ないんだもん。 うん、でお別れの時間って決まってるのにタイムリミットがあるんですよ今日も明日朝6時と6時8時半、えー、と11時半仮装が3件あるんですね。うん、ねそうなんかどうなんだろうこの人たちね私がまあね携わらせていただいて。 それでかかったかなったなてちょ,っと今ちょっと今思って, <laughs> 思ってはいるけどちゃんとできてたかなって今ちょっとふと思いましたけどだけどあ、ね、明日に向けて今棺桶の人全部開けてきてるんですよ。うんでいっぱい触ってくださいねって触り方とあとうん口紅とか塗り方とかいろいろ教えて今日ねあの帰ってきたんですけどそう思います。うん あとは子供さんですね小さい子供のね上層教育めちゃくちゃ大切私あの小さい子供ちゃんがいる時は必ずご本人ご遺体のことに触れさせて一緒に一緒に触るって言ってここ触っていいよとか興味がある子っていうのは必ず近くに来るのでまあもちろん無理強いはしないですよでそうすると あのね、おじいちゃんの口紅塗ってみるって聞くと高校生中学生くらいでも、ね、や,っやってくれるんですよ、女の子たちは。やっぱり自分の子供が自分の父のお口紅とか、まあ、おばあちゃんの口紅とかを塗る姿というのはやっぱりあのとても親としてはねなんか優しい子になってくれたなと思ってとてもあのきすごくあの感慨深いと思います。でそういうふういいふに思っていただける 環境を私は手伝いをしてる小さい子どもたちに「死んだらこうなるんだよ」って教えないといけないですよ。でこんなに冷たくしてそして肉を腐らせないようにしないといけないなんでなんでこんなに氷のっけるのって言われたらなんでこんのに氷乗っけると思うって聞くんですねそしたら、まあ、各々がね答えを言うので」それに対して それに私が「こうですこうだよこうだよ」こうだよっていうふうに答えてあげるこの会話がとても大切なんです、ね、うんでおじいちゃんはどこに行くのって聞かれたらどこに行くと思うかと聞いてそれで天国に行くのかなって言ったら「天国ってどんなところだと思う?」っていう風な形で、まあ、会話を広げてるから、まあ、すごくあのお「おじいちゃん隣で聞いてるんじゃない?」とかそういう話をしながらね 子どもたちと話していますでこういう環境を大切に私は作るってあげるそういうことをねこれからもしていきたいと思っていますお子様がいることこと時はね是非私株式会社面影の、えー、火曜・狩りまでご用命くださいそれでは皆様良い週末をお過ごしください